さんこんにちは。開運体質養成コーチの大島秀明です。今日の動画では超簡単毎日を元気に生きる食事法の第2弾をお送りさせていただきます。前回ですね、大島さんいつも元気ですねと、疲れないんですかと、いや僕全然疲れませんよって、じゃあ何食べてんですかってね、あちこちで聞かれるので、それのお答えとして、この動画入れさせていただいておりますが、これをご覧になればですね、皆さんも楽しくそして元気に日々送っていけるようになりますので、ぜひ最後まで楽しんでご覧ください。この動画に巡り合えてあなた本当についてますということで、早速始めてまいります。はい、ということで今日は超簡単毎日を元気に生きる食事法の第2弾ということでお送りさせていただきます。でですね、食事法を語る上で、一つ避けて通れないのが現代の栄養学っていうやつですね。いわゆる一日何十品目食べましょう的な栄養学なんですけれど、これに関して大島はどう考えてるかと言いますとね、一つこれ考えていただきたいんですけれど、有史以来一日何十品目も食べて暮らしてきた方って一人もいないんです、今までね。まあ当然ね、今までは、その土地でできるもの、自分が手に入るものを食べるしかなかったわけですから、それによって健康になった人が本当にいるかどうかって確かめようがないんです。ですからまあ今まで誰もできなかったことなんですよと。まあ現代でもなかなかそれを実践しようとすると難しいじゃないですか。ところが今まではですね、例えばイヌイットの方であるとかはアザラシしか食べてないんです。あるいはモンゴルの方なんかは羊をメインに食べてるわけじゃないですか。そういう方でも屈強な方っていっぱいいらっしゃったんですよね。だからちょっとそういうことを考えると、まあ実践の難しさとかね、あるいは歴史上のことを考えるとちょっと疑問があるなと。そもそも外から何十品目を取り入れなくてもですよ、例えばアザラシの肉だけ食べていても体に必要な栄養素って実は体でも作ってんじゃないですかねっていうのが大島の正直な意見なんですよね。ですからあんまりその辺は、正直言うとあまり考えてないというか、まあ参考程度に、してるっていうのが現状ですよね。でやっぱり健康に生きるっていうのを考えた時に、あまり極端に走らない、あるいはとらわれすぎないっていうのがすごい大事なことじゃないかなと思うんですよ。で前回ちょっと言いましたけど、中道と言いましてね、極端から極端に走るんではなくて、例えば、毒物を一切入れない、あるいは最小限にするっていう、考え方ね、あるとしたならば、反対側としてね、もう何にも気にしないんだと、でも毒物だろうが何だろうがね、もう何でも好きなもの食べるんだっていう、対極があったとしたならば、その真ん中辺に生きるのが実は一番心地よいんじゃないですかねっていうのが大島の提言なんですね。でまあ若い頃はね、暴飲暴食してた時期があったので、それも経験してますし、あるいは、すごいストイックにですね、食事制限、本当に根菜食と玄米だけみたいな生活もしてきたり、あるいは極端なファスティングなんかもしてきた上でですけれど、やっぱり真ん中辺が、自分の体調も一番いいですし、精神的にも一番安定しますし、何より屈強に今健康にね、楽しく生きられているので、私ね結構あの完全菜食やってた時は実はそんなに体調良くなかったんですよね、僕自体は。それであのこだわりが非常に多かったんで、こだわりが多いっていうのは、あの一つの例えば食事に関してこだわりが多い生活をしてる人って
万事に対して結構神経質になりがちなんですよね。でその神経質になるっていうことが、逆にストレスを増やして自分自身の健康状態を悪くしてしまうっていうデメリットも非常にあるので、それも含めて僕はだいたい中道を行くのがいいんじゃないかなっていうのが今の結論になってます。で具体的に言うと、どういう食生活がいいかと言いますとね、まあ簡単に言うとジャンクに偏ってる人っていますよね。でジャンクに偏ってる人はさすがにちょっとは気をつけた方がいいんじゃないですかねっていうのをまず言っておきます。あと暴飲暴食、とにかく腹いっぱい毎回食べちゃうっていう方、これは腹八分でね心地よく過ごした方が絶対いいですよねっていうのはこれ前提に置いといてください。で食べるっていうのはすごい喜びを伴うものなんですけれど、一定量以上食べた瞬間からそれは苦に変わります。つまり心地よさがなくなるんですよね。で、精神的な衛生上を考えても腹八分でああ美味しかったなっていうのが慣れると一番心のバランスも取れますし、あと腹いっぱい食べちゃうとその後のパフォーマンスがすごい落ちますよね。例えば眠くなったり、あるいは頭の働きが悪くなったりね、それってすごいもったいないんで、ところが腹8分目ぐらいでああ美味しかったって心地よく終えるとですね、その後ねそんなに仕事とか日常に支障をきたさないで本当に生きれるんですよ。ですからジャンクばっかり食べてる人はちょっと気をつけてください。あと暴飲暴食してね常にお腹いっぱいまで食べないと気が済まないっていう方は腹8分目は、ちょっとチャレンジしていただきたいですけれど、それをひっくるめてですね、これから言う方法をちょっと試してみていただきたいんですけれど、食べ物を目の前にしてね、食べる前にこの言霊を言って食べてほしいんですよ。でどういう言葉かと言いますとね、私を元気にしてくれてありがとう。もう一回言います。私を元気にしてくれてありがとう。この言霊を、実際に手を合わせて言葉にしてもいいですし、心の中で、言ってもいいですけれど、この言霊を言って、食べることによってですね、これは意識の上で元気にしてくれる食べ物に変わるんです。でもちろんですね、あらゆる食べ物っていうのはね、天に与えられた恵みですんで、そのあたりも含めてね感謝をしながら、この元気にしてくれる食べ物なんだっていう意識でちゃんとね作って食べることによって健康状態って本当に良くなりますし、でこれを唱えながらその時に食べたいものっていうものを食べていただきたいんですよね。ただ前提としてやはり腹八分であるとかジャンクはちょっと控えましょうねって最低限やった上で、食べたいものを感謝しながら食べていると、実は自然に食べたいものがだんだん自分の体に合ったものに変わっていくんですよね。でこれは大島の経験の中ですごい実感する部分ですし、あるいは教えて差し上げたね他の方も言っていらっしゃるんですけれど、頭の中でこれはいいものでこれは悪いものだって頭で考えてチョイスするのではなくて、感謝を持った上で自分の感性で、自然に食べたくなるものを食べているっていう風になるとですね、そういう感性が育っていくんですよ。でそのこの身自体が自分の体を健康にしてくれる好みに変わっていくんです。自然に頭で考えないで感性で選ぶ癖づけをしていくとね。ですから例えば昔は頭で考えて、これは体にいいものであると、で例えば、カップラーメンであるとかファーストフードのハンバーガーとかはね、ちょっと
体に悪そうだからやめとこうかなって理性で考えて、自分の知識で照らし合わせて選んでいたんですけれど、最近はですね、食べたいものを食べているんですけれど、それが意外とバランスが取れていたり、あるいはそれでもね、何年かに1回とかね、1年に1回とかは時々ファーストフードのハンバーガーとか食べたくなる時も実際あるんですけど、ほとんどないんですね。ですからまあたまにね、本当に1年に1回ぐらい食べたくなってハンバーガーこう食べたりしますでしょ。でも体が具合悪くなったりしないで、あ、その時は美味しく食べれるんです。でももう食べたくないんですよね、それで満足したから。おそらく自分の感覚の中でその時はそれが必要だったんだと思うんです。でも全然後引かないんですよ。でこれ不思議なんですけど、自然に我慢することもなく、その感性に任せる、まあ最低限のことはやった上で感性に任せるっていうことをやってると、人間の体ってですね、本当に素晴らしくて、自分に必要な食べ物を取るようにこう働きかけてくれるんですね。で実はそれの邪魔をしていたのは、ここの記憶といいますか、知識が邪魔をして、こうあるべきだこうあるべきだって決めることによって、頭で選ぶという経験が実は邪魔をしてたんです、この感性をって、いうのが大島の結論なんですね。ですから騙されたと思ってね、腹8分目にして、そしてあんまりジャンクに偏らないようにっていうのだけは最初だけね、頭で気をつけていただいて、その上の選択範囲の中で自分の食べたいものを食べる、そして召し上がる時には必ず私を元気にしてくれてありがとうって感謝をして、この食べ物を、自分にとって元気が出る食べ物に変えてから食べるっていう風にやっていただくとですね、本当に自然に感性がね育っていきますので。そしてよくね、頭でそういう知識が分かっていて、日頃ジャンクなものを遠ざけてる人が、ある時ストレスがダーンとなってまたバーンって食べちゃうみたいな、暴飲暴食爆食いみたいなのも、これに従ってやってるとストレスそんなたまんないんで自然に収まってくるんです。つまり我慢しちゃうからバーンって反動で、そういう爆食いって起こってきちゃうので、そのあたりも避けられるっていうのが、このポイントだと思います。でこれを実践していただけると、自分が食べたいものが自然に、体に、ふさわしいものになり、そして、ストレスなく楽しく生きられるようになりますんで、まあ騙されたと思って軽い気持ちでやっていただけるといいかなと思います。ということで今日の動画がですね、ちょっとでも参考になりました、あるいは良かったですっていう方はですね、いいねボタンをグググッと押していただいて、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。ということで大島秀明でした。またお会いしましょう。